あん、うん、ちょっと大変そうね。あんたがタオルくらい買ってきなさいよ。ねえ、急激な天候悪化により付近に大雨洪水警報が発令されました。大会規則により誠に残念ながら本日の花の大会は中止とさせていただきます。とりあえず雨宿りとか思ったけど混んでんな。考えることはみんな同じだね。どうしたの？ちょっと知ってる子がいたから。あの黒塗りの車に乗ってた？車でお迎えかよ。モナ、出番だ。今こそ車に。現実じゃ無理だ。足痛い。寒いし中止だし最悪。あんだけ世間騒がせたのにこんなかよ。冴えねえな。影のヒーローって地味じゃね。こういうのがかっこいいっつうの。俺は正直満足できねえ。打ち上げ花火みてえにドーンとでっけえ世直ししたいぜ。つっても金城以上のやつなんかそうそう見つかんねえが。小雨になってきたな。名残惜しいが今日はここで解散としよう。だな。帰ろうぜ。どうしても教えてくれないんですね。あんたに話すことは何もねえよ。そうですか。でしたらこちらにも考えがあります。あ、それはどういう。ごちそうさま。って、おい、話は終わってねえぞ。なんでもねえよ。もう閉店だ。片付けろ。精神暴走事件とも呼ばれる事件群ですが、未だ動機は不明となっています。では次のニュースです。国際的ハッカー集団メジエドが日本の怪盗団に対しメッセージを発信しました。うん、メジエドのホームページに英語で掲載された声明文の内容です。日本を騒がせている怪盗団に次ぐ。偽りの正義を語るのはやめろ。偽りの正義が蔓延することを我々は望まぬ。我々こそが本当の正義の執行者だ。また怪盗団か。だが我々は寛大だ。怪盗団に改心の機会を与えることにした。心を入れ替えるのであれば我々の傘下に入ることを認めよう。拒否する場合は正義の裁きが下るだろう。正義ね。我々はメジエド、不可視な存在。姿なき姿を持って悪を打ち倒す。明智さん、なぜこのタイミングで声明が出されたのでしょう。詳しいことは分かりませんが、怪盗団に触発されたことは確かですね。大行進か、あるいは臨場して注目を集めようとしているのか、どちらにしても迷惑な話ですよ。迷惑？怪盗団もメジエドも自分勝手な正義を振り回すだけの存在です。くだらねえことで騒いでんな。怪盗団か、なんなんだこいつら。お前知ってんだろ。俺が聞いてんだ。聞き返すなよ。さて、ぼちぼち帰るわ。店閉めといてくれ。あと、食材を使うのは、あ、いや、あんまり使いすぎんなよ。今後も怪盗団に影響を受けて、このような連中が出てくる可能性はあります。そういう意味でも、怪盗団の罪は重いですね。
よーし。教えて。いや、ないでしょ。そうだな。
やれやれ。そうそう。はいはい、静かに。
all alone. Come facing twilight and on and on. Without the clue, without a sign, without grasping it, the real question to be asked, where have I been? I'm a sharpshooter.皆さん、またよろしく頼むよ。大事なのは、またよろしく頼むよ。今暇か？よし。ありがとうね。山積みだな、囚人。この状況下でも安眠を獲得するとは、よほどの大物か、バカなのか。姿なき姿のものか、大変な輩に目をつけられたものだな。正義の水かけ論、楽しませてもらっている。だがそれも間もなく終焉を迎えるだろう。思わぬ戦力の出現によってね。
難敵の討伐もまた構成の一環である。どうか乗り越えてくれたまえ。お前は力を磨き立派な賊になるのだから。おはよう。あのさ、そうか、あまりわかんねえな。携帯呼んでたぞ。こいつなんで怪盗だと知ってんだ。仲間のいたずらか。変身した方がいいんじゃないか。ん？変身できないのか。よくわからんが、みんなに知らせた方が良さそうだな。盗むってバレてるよな、これ。みたいね。どうしてバレた。チャットのログをたどられたのかも。迂闊だったな。でもそんなことぐらいでここまで詳細に。要因は別にあるというのか。うん、わかんないけど、なんとなくそんな気が。ねえ、他人のチャットログって簡単に見れたりするの？私もそんなに詳しくないけど、できなくはないんじゃないかな。どうやって？携帯のデータを抜き取るとか。返信しようとしたらエラーってどういうこと？送信先が存在しないとか。そんなことできるのか？全部私に聞かないでよ。詳しくないんだってば。おい、それはもしかしてハッキングというやつじゃないのか。ってことは
こいつハッカー？ハイテクは分からん。要するにどういうことだ？正体不明のハッカーがコンタクトしてきたのよ。なるほど、よく分からん。じゃあこいつがメジエドか？違うでしょ。メジエドを片付けるって言ってるし、言葉を鵜呑みにすればだけど。確かにな。こいつ仲間にしたらよくね？素性も何もわからないのよ。信用できないわ。悪くねえ取引だと思うけどな。アリババが悪党でもか？そんな奴に手を貸すのはごめんだぞ。な、そっか、そりゃダメだな。必要な道具を用意したってのも意味不明だぞ。もしかしてただのいたずら？いたずらにしては妙に知りすぎてる。正体がバレてるなら私たち捕まっちゃったりしない？いや、通報したいならとっくにしてると思う。何らかの目的があるに違いない。現に取引を持ちかけてきただろ。必ず向こうから連絡が来るさ。その連絡がいつ来るかわからない。もしもの時すぐ動けるように今日は一緒にいた方がいいわ。そうだね。隠れて長時間待てる場所。ルブランは？なんだ揃って。こんばんは。今日は夏休みの計画でも練ろうかと思って。ん？そちらのお嬢さんは初めて？はじめまして、新島誠です。お邪魔します。うちの生徒会長なんすよ。新島？どうかしましたか？いや、なんでもね。生徒会長さんとは驚いた。こいつをよろしくお願いします。桜宗次郎、マスターで構わんよ。それお前宛てだぞ。おっさんはおいとまするわ。じゃあ店よろしくな。先日声明を発表して注目されていたハッカー集団メジエドの続報です。先ほどメジエドのホームページに新たな声明が発表されました。メジエドは声明で怪盗団に対する勝利宣言を発表しました。さらに怪盗団を称賛する一部の日本国民に対し称賛をやめるよう警告を発しています。メジエドの今後の動向が注目されます。って英語じゃねえか。我々の質問に怪盗団は沈黙した。これで我々の正義が証明された。日本の大衆よ、目を覚ましなさい。あなたたちは怪盗団を崇拝してはいけない。はあ？ざけんな。最後まで聞け。怪盗団を崇拝する者には罰が下るだろう。その罰とは財産の没収です。私たちはメジエドです。見えない存在です。姿がない姿で悪を倒します。だってさ、どういうことだよ。怪盗団のシンパをターゲットにするって言ってる。財産の没収か。銀行か、もしくは個人情報か。何せよ嬉しくないことでしょうね。そこでなんで俺らがやり玉になるわけ？あくまで怪盗団が悪ってことにしたいんじゃない？怪盗団さえいなければこういうことは起こらなかったって。冗談じゃねえよ。厄介な奴らに狙われたもんだ。このままほっとくしかないの？俺たちじゃ手も足も出ない。おい、これ何の手紙だよ。これ以上面倒なもんはごめんだぜ。珍しいよな、お前宛てなんて。予告状？他には？
てか誰から来たのこれ。そもそも切手がないじゃない。誰かがここへ直接投函したのよ。もしやアリババが。そういえば必要な道具を用意したとかなんとか、まさかこれのことか。もうどうなってんだよ。今私たちにできることはアリババからの指示を待つことくらい。いつ何が起きてもいいように気持ちを引き締めて待機しないと。参ったね。The real question to be asked, where have I been?